はい、こんにちは、天馬でございます。ちょっと今日疑問に思うことがあったので、ちょっと天馬ラジオの形で紹介させていただきたいなと思います。ちょっとサムネの画像っていうか、今適当に落書きした画像を見てもらったらわかると思うんですけども、例えば罵倒する言葉ってありますよね。バカだとかボケだとかアホだとか、まあそういった言葉がね、言っちゃうと、まあそれは人を侮辱したことになりますから、その名誉毀損だとか侮辱罪なんかの形で訴えることが、おそらくできるんじゃないかなと思います。でですね、例えばなんですけども、その普通の人、もうこの言い方がいいのか悪いのか分かんないんですけども、特に、生活において何の障害もなく生きていけるという、まあ、いわゆる健常者の人がいたとしましょう。その人に対してある人が罵倒するんですよね。お前は障害者だとか、そういうふうに言って、まあそう言われたらどうなんでしょうね。そのまあある意味侮辱じゃないですか、それって。なんでそれ侮辱罪かなんかで訴えようと思ったら訴えられると思うんですよ。ただそのここで問題なのが、そう言われたら言われた側はもちろん気分を害するでしょうね。そう言われたらその害するかどうかもあれなんですけども、まあ多分自分だったらおそらく害します。ただ一番の問題っていうのがありまして、そもそも障害者っていう言葉が罵倒なのかどうかって話ですよね。もしこれを罵倒だと認めてしまったら、その何て言うかな、障害者は平等じゃないということをその法律で認めてるのと同じじゃないですか、それって。言い換えたら、その何て言うかな、障害者は罵倒の言葉に当たるから、それは暗に障害者を差別してるってことになるじゃないですか、障害がある人をね。だからこれをね、もしなんかしたら侮辱と取っていいのか悪いのかっていうのはちょっと疑問じゃないですか。そのもしこれを認めてしまえば、なんていうのかな、障害者差別を実質的に認める形になっちゃうんじゃないかなちょっと思っていて、そう、僕も法律のこととかあんま詳しくないんでよくわかんないですけども、ちょっとこれどうなのかなっていうのをちょっと気になったので、ちょっと今回ちょっとテーマラジオの形で取り上げさせていただきました。特に誰が見てくれてるか僕よくわかんないんですけども、ちょっとこれ言ったらちょっとなんか言ってくれると嬉しいですね。まあもちろんね、僕がこういう案件に巻き込まれたとかそういうことじゃなくて、ちょっとなんかね、純粋にあれって思って、これってどうなのかなって思ったので、ちょっと取り上げさせていただきました。もちろんね、そういったね、人をバカにしたりしない、侮辱しないのが一番ですので、まあ、こういったことに巻き込まれないようにというかね、皆さんもね、そういった汚い言葉を使わずに生きていきましょうということで、今回動画を締めさせていただきます。